イエーイ、はい、ということで今回はモンストの超重心祭を引いていきたいと思いますね。はい、ね、金超重心祭だから金、そう、金狙っていきたいなと思います。はい、はい、でね、あの半蔵がいるでしょ、これ真ん中にね、半蔵こうやってこうやって伊賀忍法奥義って言ってねこれ引くつ引くから、うん、ということでやっていきましょう、はい、超重心祭。今ねオーブ74個貯まりました。このその他の購入情報、これ見てもらう、全部無料配布分74個ですね。はい、じゃあやっていきましょう。はい、もちろん、ちょっと待って、狙うはパンドラだからパンドラの画面にしたい。ほい、おお、でちょっとごめん、今回パパ引かせてもらっていい、うん、金だからいいよいきますね、はい、じゃあ10連ガチャります。はい、確定とか来てもいいよ、この辺か、もしくはこれが左回りに回れば、そうだね、せーの、ストライクショット、あー左ではない、でも10連だから来るかな、うん、おいきなり1個まで、あ、知らない、これ誰だろう、星1個かな、あ、5だ、5、5、お、5、またあれ出たよ、あの、この前出たあの子、あれ、この子良さそう、これは、え、5、5、3個、わお、これ神引きやん、ちょっと待って、この子はエメラルドエメラルドは進化マインスイーパー魔王キラー L、 お、すごい、アンチワープでアンチブロック飛行、うーん、なるほど神引き来ちゃった、この子は一体持ってる、うん、桜ギーブね、神釜で行く、そうそうそう、でまた、もう一体この子、これ誰、ウルズ、あー、進化アンチダメージオールとアンチ、あ、じゃあアンチワープ、うん、でもう一個は弱点キラー、アンチブロック、なるほど、すごい、ということでこれは神引きでしょう、ちょっと使ってたキャラが良かったのかはわからない、はい、けど星5が3つも出ることはめったないからね、うん、ちょっとびっくりした、うん、これ良かったんじゃない、確かに、次回エイジン君来たらこれ、いやいや嫌ですか、うんうん、ちょっとさ、ちょっとごめん、もう一回だけやらせてもらっていい、ジングルが、はい、じゃあごめん、一回だけシングルガチャやらせて、はい、いいよ、なんかね、来てる気がする、うん、今度はいけちゃうんじゃない、いけちゃうかもしれない、いくぞ、ストライク、ショット、さあ、どうなる、来い、伊賀忍法、これなんだ、これはなんだ、星4、4、まあこの辺りにしときましょう、はい、劇中心祭もどうせ来るしね、うん、また来るし、来月のガチャもあるしね、はい、うん、はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はグッド高評価お願いします、はい、そして是非お友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね、よろしくね、ということで今日は以上でございます、バイバーイ。